これより会議を開きます。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い現在理事が1名欠員となっております。その補欠選任につきましては先例により委員長において指名するにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。それでは理事に源馬健太郎君を指名いたします。裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。この際お諮りいたします。各件調査のため本日政府参考人として警察庁長官官房審議官田中和也君、警察庁長官官房審議官高田陽介君、個人情報保護委員会事務局長園田真理君、法務省大臣官房司法法制部長小出邦夫君、法務省民事局長小野瀬敦君、法務省刑事局長小山泰治君、法務省矯正局長名取雅子君、法務省保護局長今福昌司君、出入国在留管理庁長官佐々木翔子君、外務省大臣官房審議官篠光子君、財務省主計局次長神田雅人君、スポーツ庁審議官藤江陽子君、厚生労働省大臣官房審議官矢上敦夫君、厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長藤原智子君、および国土交通省自動車局次長島正幸君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りいたします。本日最高裁判所事務総局民事局長門田智政君および刑事局長安藤明君から出席説明の要求がありますので、これを承認するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。猪野敏郎君。はい。猪野君。